コスメデコルテヒトチューンホワイトニングチューナーです。こちらは乳液の後に使っていきます。使い方はコットンでパッティングをして使います。それでは使っていきます。コットンに指2本がつけるくらい出していただきます。右手に持ち替えていただいて、これくらいの量です。お肌の表面がひんやりするまでパッティングします。Tゾーンは特にテカりやすいので念入りにパッティングします。もし少し際立ってきたら化粧水を途中で足します。8回パッティングを目安にパッティングしても分かりやすいと思います。手のひらでハンドプレスしていきます。